高額当選金が出るなどと歌う偽のサイトを運営し手続き費用として電子マネーを騙し取ったなどとして特殊詐欺グループの男女29人が逮捕されましたグループによる被害は全国で70億円に上るとみられています組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは仙台市青葉区の無職大橋和幸容疑者ら 男女29人です大橋容疑者らは今年5月から6月にかけ偽の高額当選金受取サイトや出会い系サイトを運営し長野県の60代の女性や島根県の40代の女性などから手続き費用などの名目で電子マネーや現金合わせて843万円をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと 大橋容疑者らは無料求人情報誌にメールオペレーター募集などと求人を出し被害者を騙すメッセージを送る打ち子を集めていたということです。今回逮捕されたのはリーダーと見られている大橋容疑者を筆頭に打ち子を管理する幹部が2人偽の高額当選サイトを担当する打ち子が4人 店の出会い系サイト担当の内子が21人そして内子が SNS で使う画像を作成する男が一人の合わせて29人となっています警察はこの特殊詐欺グループが少なくとも3700人から総額70億円を騙し取っていたとみて捜査を進めています